皆さん、こんにちは。レック専任講師の岩田です。それでは一級 FP 学科試験対策講座、金融資産運用1の講義、ユニット1を始めます。はい、それでは早速金融資産運用の講義を始めていきたいと思います。で、金融の分野でも一級 FP の本試験で出題される範囲というのは、非常に幅広いものがあります。で、難易度も、高い問題が出題される、ただ、一級の試験というのは、比較的出題される項目、またはポイントが限定されているという特徴もあります、ですから、今回のこの、学科試験対策の講義では、一級で出題されやすい項目、それに絞りまして、その考え方、解き方のポイントなども見ていきたいと思います。はい、それでは早速テキストの1ページを開いてください。第1章、経済指標の基礎知識です。で、ここでまず見ていきたいのは景気指標です。景気指標は代表的な3つ、GDP、国内総生産、景気動向指数、そして日銀短観、この3つに関しましては一級でもやはり出題されます。で、この中で一番出題頻度が高いのは景気動向指数なんですね。で、景気動向指数、さまざまな景気に敏感な指標を、それをもとにして算出される、その算出の方法、または、景気 DI だけではなく、CI の考え方、そういったところも押さえてください。で、まず1ページの、GDP 国内総生産から見ていきたいと思います。で、GDP ですけれども、国内で一定期間、通常1年間、で生産された財やサービスの付加価値の総額、これが GDP でした。日本の場合、名目値で、約550兆円、これが、日本、その国の経済的な規模を示す、そういった指標です。で、GDP では、三面等価の原則、それにおける生産面から見た、指標です。で、それに対して GDE、国内、GDE ですね、これは、支出面から見た指標となっております。で、1ページの真ん中には、GDE の内訳ということで、GDE、国内需要、海外需要に分けられる、国内需要は民間と公的な需要に分けられるということで、GDE の、各項目、それがどのくらいのウェイトを占めているかというような、図があります。で、この中で一番右側の列、民間最終消費支出、網掛けしてありますけれども、これが GDP、すなわち GDE の中で一番大きいウェイトを占めている。約6割弱、これが民間最終消費支出が占めている、ということができます。で、GDE、これは、支出面から見た指標ですけれども、もう一つですね、三面等価の原則ですので、分配、すなわち所得面から見た指標があります。GDP、GDE でしたら、これ GDI、と言いますけれども、2ページを開いてください。この、所得分配面から見た、支出は、下の方5ページですけれども、GDI ではなく一般的には GNI、すなわち、国民総所得 GNI で見るというのが一般的です。で、GNI って何かと言いますと、実質 GDP、それに対して、公益利得、これは、輸出入価格の変化で所得がどう変化するか、それに海外からの所得の純受け取り、これを反映させたもの、
ですから、日本というのは、最大の債権国でもありますので、海外からさまざま受け取るというものがあるわけですね。そういったものを反映させた国民総所得、GNI で見ていくというのが一般的です。で、GDP に、話を戻しまして、2ページを開いてください。3番の GDP デフレーター、とあります。GDP、名目値、それと実質値、この2つがありますけれども、ちょっと移していきたいと思いますが、名目値というのは、その時算出された数値、それをそのまま公表したもの、それが名目値です。で、名目値というのは、ですからインフレデフレという物価の変動は加味していないわけですね。物価の変動を加味したもの、それが実質 GDP です。で、名目値から実質値に、転換するとき、これは GDP デフレーターで、名目値を割ることによって、実質 GDP が算出されるということになります。で、名目値をデフレーターで割ると実質 GDP、ですけれども、じゃあデフレーターって何かと言いますと、名目値、これを実質値、で、割ったもの、それがデフレーターと言われる数値になります。で、この実質 GDP を用いて、経済成長率を計算していく。で、経済成長率、これは前年の GDP に対してどのくらい当年の GDP が増加したかということですけれども、名目値、実質値2つある中で、実質値を用いて計算するというのが一般的になっております。はい、それでは3ページを開いてください。景気動向指数です。で、景気動向指数は、内閣府が毎月、作成し公表している指標です。さまざまな景気に敏感な、指標を用いて、算出する。ですから、非常に客観的な指標ということもできます。で、景気動向指数で公表される数値、景気 CI、CI とそれから DI、この2つがあります。で、テキストの、3ページの、3行目の一番、後ろからですね、景気 CI ですけれども、景気変動の大きさやテンポ、量感を示すものである。で、一方 DI、こちらは景気の各経済部門への波及の度合い、波及度を把握するものである、とあります。で、この CI と DI の定義、これは、ぜひ押さえてください。これは、内閣府がこのように定義を公表しているというもので、で、一級の試験でも、それぞれ CI と DI の説明が逆になっていて、丸か×か、このような問題も出題されています。で、現在は、CI、平成20年、から CI が中心的な指標となっています。で、こういった、景気動向指数、における CI と DI、どうやって、計算をしていくかということですけれども、さまざまな景気に敏感な指標、現在29個あります。その29個の指標は、テキストの、5ページ、に、29個、記載されておりますけれども。こういった指標を使って、この29個の指標、それを、先行系列、それから一次系列、そして遅行系列、この3つの系列に、分ける。先行系列、これは、景気に先立って動く指標です。一次系列、
景気と同じタイミングで動く指標で、遅効系列、これは景気に遅れて動く指標ですね。こうやって3つの系列に分けた上で、一般的には CI も DI も、現在足元の景気がどうなっているかということで1系列を使って算出される、それが最も一般的な中心的な指標となっております。3ページには真ん中辺景気 DI の計算式とありますけれども、1系列の指標ですと、それぞれの指標がですね、3ヶ月前と比べて、プラスなのか、マイナスなのか、それとも横ばいなのかということで、プラスの指標、これを1とカウントする、横ばいの指標を0.5とカウントする、そして採用されている、公表された指標で割ってあげる、これが景気 DI です。ですから景気 DI というのは、採用されている指標をすべて3ヶ月前と比べてプラスであれば100%で、すべてマイナスであればマイナスの指標はカウントしません。ですから0%、0%と100%の間をずっと推移していく、これが景気 DI です。で、4ページには、景気動向指数による、DI による景気判断とありますけれども、これは景気 DI の推移ですね。こうだん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 こう上がったり下がったりしていく。で、DI は、DI50% を基準で見る。で、DI が50%を上回っている、これが景気拡張局面です。DI が50%を下回っている、これが景気後退局面です。で、この50%ライン、これを上から下に、切る、ここですね。これは、景気の山、そして、下から上に切る、ここですね。これが景気の谷となります。この、拡大後退の節目である景気の山、それから景気の谷、これを、基準日付と言います。この基準日付ですけれども、景気動向指数研究会、で、議論をして、経済社会総合研究所、所長が設定するということですけれども、この基準日付の、判断ですけれども、DI、現在CI の方が中心的な指標であるということをお話をしましたけれども、基準日付は DI によって判断する。で、DI で、DI の、採用されている1系列でしたら全部で9つの指標があるわけですけれども、9つの指標、それぞれの指標が、例えば景気の、拡張局面であれば、こうだん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 数値が、良くなってきている。ただ、景気の谷から景気の山、に、こうその間ですね、ずっと一本調子でこう上がってきてるということではないんですね。それぞれの指標がこう上がったり下がったりしながら、基調としては、景気拡張であればこう良くなってきているということなんです。で、この上がったり下がったりと、それでは、ちょっとこの基調が分かりにくいということで、景気の谷から景気の山に至る、それは、全てこれをこの変動しているこの動きを慣らして、こうずっと上がってきているんだと、そう見なして、基準日付を、判定する。で、この個々のこう動いている、それをこう慣らしてみる、これをヒストリカル DI と言います。で、このヒストリカル DI という言葉、これも1級の試験で出題されたことがありますので、
ぜひ押さえていただきたいんですけれども、基準日付の判定にはヒストリカル DI を用いるということになります。はい、そして次に、まあ、CI、です、うん、で、現在の、中心的な指標、まあ、CI、になっていると。で、CI の算出も、DI と同じ、まあ、現在では29個の指標がありますけれども、それを用いて、算出します。ただ CI、というのは、各指標の変化量、変化量を合成する、ですから先ほど見ました、DI の、あれは計算式があって簡単に計算できますけれども、CI の方は、まあ、変化量ですので、簡単な計算では、ありません。で、CI は、こう、うん、CI の数値が、だん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 良くなっていく、それが、景気の拡張局面であり、CI の数値が、だんだん悪くなってきている、それが景気の後退局面ということになります。景気 DI と CI というのは異なるものですけれども、景気 DI の景気拡張局面、それが、CI が、数値が、だんだん良くなってくる、それは、だんだん時期としては、だいたいこう重なっているということができます。はい、それでは次に5ページ、ですけれども、景気動向指数に採用されている指標、まあ、令和2年3月現在ということですけれども、これは、まあ、景気が1循環、するごとに、こう採用されている指標を見直しをします。で、現在の指標は、平成27年、6月速報値から採用されている。まあ、当初は全部で30個あったんですけれども、途中公表が中止された指標などもありまして、現在は29個の指標を用いているということになります。はい、で、この29個すべて暗記する必要というのはありません。ただ代表的な指標に関しては、それぞれの指標、どういうものですかという各指標ごとに、その内容、が出題されます。ですから代表的な指標はぜひ押さえていただきたいんですが、先行系列であれば、うん、特に鉱工業用生産材在庫率指数、それから、消費者態度指数、こういった指標ですね。で、1系列であれば、2の鉱工業用生産材出荷指数、それから耐久消費財出荷指数、こういった指標、そして、まあ、雇用に関する指標、これも重要なんです。で、先行系列であれば新規求人数であり、1系列であれば有効求人倍率であり、遅行系列であれば、完全失業率、それから常用雇用指数なんかも、これ雇用に関する指標ですね。こういった指標を押さえてください。あとは、このような指標です。で、例えば、5ページの側中の有効求人倍率、指標の内容が、書いてありますけれども、こういったところもぜひ押さえていただきたいんです。で、有効求人倍率、1系列で採用されている、指標ですけれども、厚生労働省が、公表する。で、これハローワークで登録されている、方が対象ですね。月間有効求人数を月間、有効求職者数で割って、求める、これが有効求人倍率ということになります。
で、この、それぞれ採用されている指標ですけれども、テキストをちょっと飛びまして、11ページを開いていただけますでしょうか。11ページに、さまざまな、まず企業の設備投資関連の指標、それから個人消費関連の指標が、あります。で、この中で、括弧に企業の設備投資関連の、この、表の、3段目ですね、鉱工業生産指数で、鉱工業生産指数ですけれども、これ実は細かくいろいろな指標があるんですね。生産指数ですとか出荷指数、それから在庫指数、在庫率指数、などさまざまな指標が公表されています。で、これは、日本の製造業などが、どう、活動しているか、それを表す指標ですので、例えば日経平均株価と、非常に連動率が高い、ですから日本の景気の、状況を非常によく表す指標であるんです。で、この鉱工業生産指数の中で、先ほど景気動向指数で採用されている指標で見ました。先行系列ですと、鉱工業用生産材在庫率指数が採用されています。1系列ですと鉱工業用生産材出荷指数が採用されている。で、10ページに、これ在庫循環、という、これ図がありますけれども、在庫循環図。これ、在庫循環、図というのは、横軸に、出荷前年比を取って、縦軸に在庫前年比を取る、出荷と在庫の関係を表したものです。で、景気が、ずっと変動していくわけですね。在庫循環図では、これを左回りにずっと循環していく。つまり、景気が、回復してきている。という時は、だんだん企業は生産を、生産量を増やしていくわけですね。で、どんどん出荷していくわけです。で、どんどん出荷していきますと在庫が積みます。で、ここが景気の山ですね。在庫がどんどん溜まっていく。で、出荷がこう景気がそこから、後退していって、出荷が、だんだん少なくなっていく、在庫は積み上がっていく。で、景気がもういよいよ本当に悪くなってくると、こう生産を控えて、で、ある在庫からどんどん出荷していくということですので、出荷も少なくなっていきますし、在庫がだんだん少なくなっていく、そしてここが景気の谷である。こういうふうに、循環しているというのを表すものです。で、鉱工業生産指数の、1系列、先行系列で採用されている、鉱工業用生産材、在庫率指数、これ在庫率、ですので、こう景気が、悪くなってくると在庫は積み上がっていくわけですね。在庫率は、上昇していくわけです。ですから5ページ、の、先行系列の、採用されている丸2番、鉱工業用生産材在庫率指数が採用されていますけれども、これは逆数で見ていくということになります。はい、それでは、11ページに戻りまして、括弧3の個人消費関連、の指標ですと、消費動向調査、これは内閣府が毎月公表されている指標ですけれども、消費者の意識、を、調査したものである。
つまり現在の暮らし向きですとか、収入の増え方ですとか、雇用環境、それから耐久消費財、いつ頃買い替える予定であるのかという、買い時などですね。そういった、調査をまとめて公表している。で、公表するときは、消費者態度指数、として、公表しております。消費者態度指数、これは、景気動向指数では、先行系列に採用されている指標ということになります。で、次に、12ページを開いていただきまして、括弧4の雇用情勢に関する指標、完全失業率、それから有効求人倍率、この2つ、これはぜひ押さえてください。で、まず、完全失業率、の方ですけれども、完全失業率は、景気動向指数では遅効系列に採用されています。で、総務省が公表している、労働力調査、で発表する、労働力人口に占める完全失業者の割合、を表したものであると。で、ここでじゃあ労働力人口とは何かということですけれども、労働力人口というのは、満15歳以上で、就業者と完全失業者の総数、満15歳以上ですね、これを労働力人口と言います。で、先ほども見ました有効求人倍率、です。厚生労働省が公表しています。公共職業安定証、ハローワークに申し込まれている、それが対象ですね。有効求職者数に対する有効求人数、の割合、ということですので、これは、求人を、求職で、割って計算をします。ですから、有効求人倍率では倍率が1を上回る、つまり求人の方が求職より多いということですので、求人数が増えているというような判断になるわけです。はい、こういった、景気動向指数で採用されている代表的な指標、についてはその内容まで押さえていただければと思います。それではテキストを戻っていただきまして、6ページを開いていただけますでしょうか。景気に関する3つ目の指標、日銀短観、全国企業短期経済観測調査です。この日銀短観も、それほど出題頻度が高いというわけではないですけれども、やはり、1級の試験でも出題されます。で、日本銀行、日銀が年4回公表している。で、日銀短観、は業況判断 DI の数値が公表されるわけですけれども、業況判断 DI は、これは、全国1万社程度の企業に対してアンケート調査をする。その結果、現在の業況が良いと回答した企業の割合、そこから悪いと回答した企業の割合を、引いたものですので、計算としては非常に単純です。で、1級で出題されるポイントとしては、テキスト6ページの、2段落目、です。調査対象企業に関する内容です。総務省が作成している日本標準産業分類、これを用いて業種別に調査をしていると。で、製造業だけではなく非製造業についても調査をしていると。で、その企業、対象となる企業の規模ですけれども、大企業、中堅企業、中小企業、この3つに分類している。これは資本金等の額ですね。資本金が10億円以上、それが大企業です。で、1億円以上、10億円未満、中堅企業。
2000万円以上1億円未満、中小企業、この3つに分類しています。ですから資本金が2000万円未満の企業というのは、調査の対象外、となっています。はい、それでは次に、7ページの、物価指数を見ていきましょう。で、物価指数は、企業物価指数、それから消費者物価指数、この2つが、出題されることが多いです。企業物価指数、日銀が公表、していると。で、企業間取引、貿易取引、における、商品価格の変動を捉えた指標であると。商品の価格、ですから、企業間取引ですので、B2B、の商品価格ですね、サービスの価格というのは対象外になります。で、これも一級では、この企業物価指数については、国内企業物価指数、輸出物価指数、それから輸入物価指数、この3つで構成されているといったところが出題されやすいところです。で、この企業物価指数は企業間取引ですので、為替変動、それから原油価格の変動で、それがもう直接に影響しますので、短期的な変動が大きいという特徴があります。はい、それでは8ページの、括弧2の消費者物価指数、CPI、です。消費者物価指数、は、これは、総務省が作成しております。で、家計の消費に関わるものが対象ですけれども、消費者物価指数は企業物価指数とは違って、財、つまり物ですね、物の値段、それだけではなくサービスの価格、それも調査の対象になっています。で、消費とは関係ない、ですから、直接税ですとか社会保険料、非消費支出ですね、それから有価証券、土地住宅の購入、これは貯蓄および財産購入のための支出ですね、こういった消費とは関係ない、項目については、調査の対象外となっています。で、消費者物価指数、については、これは性質上ですね、企業物価指数と比べると短期的な変動は、少ない、動きが安定しているという特徴があります。で、消費者、が購入するですから、直接消費者の生活に関わっている、ですから、年金の支給額ですとか、さまざまな政府の経済上の施策、の参考にされる、という非常に重要な指標になっています。で、この消費者物価指数ですけれども、採用されている財とサービス全てを対象にした、総合指数、ただ、全てといっても生鮮食料品というのは、天候などでその年その年の作柄によって変動はあります。ですから、生鮮食料品を除外した指数、これをコア指数と呼んだりしますけれども、このコア指数、が、一番この物価の動向を見る、ための指標として注目されている指標であります。はい、これが、物価指数2つありました。それでは、3番のマネーストックを見ていきたいと思います。このマネーストック、これは世の中に出回っているお金の量ですね。で、一般法人、それから個人、地方公共団体、
これを通貨保有主体と言いますけれども、通貨保有主体が保有する通貨貨幣の総量、それがマネーストックです。で、日銀が毎月、公表しています。で、マネーストック、ですけれども、対象となる通貨の範囲によって、M1、M2、M3、それから広義流動性、など、4つの指標が作成されています。で、この辺も出題されないことはないんですけれども、 M1 というのは現金通貨、預金通貨を合計した。で、M2、現金通貨、それから国内銀行等に預けられた、預金を合計したもの。で、対象となる金融機関、それを、これちょっと頭に置いといていただきたいんですけれども、 M1 の方は、ゆうちょ銀行も含んだ、金融機関で、M2 の方は、これは国内銀行からゆうちょ銀行は除いて計算をする、こう対象となる金融機関の違いというのもあります。で、このマネーストック、というのは、通貨保有主体が保有する、通貨の総量、ですけれども、もう一つ似たような言葉で、マネタリーベースという言葉があります。マネタリーベースは、16ページ、テキストの16ページに、ありますけれども、マネタリーベースって何かというと、世の中に出回っている現金と金融機関が日銀の当座預金に預けている、その残高の合計、これがマネタリーベースと言われているものです。で、マネタリーベース、これは、現在日銀の金融政策、マネタリーベースを中心とした考え方、それの金融政策になっております。ですから、マネタリーベースについても、非常に重要な言葉ということも、できるんですね。で、8ページの方、マネーストック、ですけれども、まずマネーストック、何かというと、通貨保有主体、これは個人、それから、一般法人ですね。これ金融機関を除く一般法人です。それから、地方公共団体、中央政府は含まれません。こういった通貨保有主体が保有する。で、2020年、3月で、だいたい1840円、40兆円、これが、現時点でのマネーストックです。で、マネタリーベース、マネタリーベースですけれども、これお金は日銀が、金融機関に対して、供給していくわけですね。で、金融機関は、日銀の当座預金に、お金を預ける。日銀が金融機関に供給する。そして、当座預金に預けられている金額を合計したもの、これがマネタリーベースです。で、これも2020年3月、時点ですけれども、約510兆円、このくらいの、量を供給しているわけです。で、金融機関は、この、お金を、市場に、
こう貸し出しをするわけですね。金融機関から市場に供給していく。で、まあ、個人や法人、地方公共団体など、お金をまあ借りる。で、借りるというのは、まあ、現金を渡すというよりも通帳上で、まあ、その数字ということですので、で、お金を借りた、それを、また金融機関に、預けるわけですね。で、それをもとに、金融機関はまた、貸し出しを行う。これが、まあ、いわゆる信用創造ですとか金融創造といわれるものですけれども、それがマネタリーベース510兆円で、マネーストック1840兆円、この差であると。はい、これがマネタリーベースとそれからマネーストックの違い、ということになります。はい、それでは、この、マネーストック、のところまで、見てきました。はい、それでは時間になりましたので、これで、ユニット1を終わります。